今はオレンジのアイシャドウを塗っています。今目にブラシが入りかけました。死ぬかと思いました。昨日ね、お風呂入ってたんですよ。そしたらさ、洗濯機の中の何かがさ、壊れたのかさ、中に入って何かが悪かったのかはよくわかんないんだけどさ、マジで本当にバカでかい音で洗濯機がカカ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 ってなって、めっちゃ怖くて、本当にマジで死ぬかと思いました。本当にマジマシンガンでも撃たれてんのかと思った。本当にそんなぐらいガガ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 みたいな、しかもバカでかいんですよ。なんかこう化粧台とかさ、なんていうの、なんていうんですかね、着替え場じゃないけどさ、水回り、そのお風呂とかのさ、洗面台、あそこってさ響くじゃないですか。いや小銭一緒じゃない。でなんか総乾燥みたいなのをやってたんですけど、でも大体ね、なんかそんな、なんかちゃんとした衣類とか入れてるし、ネットとかにさ、だけど本当にマジでわけわかんないぐらいガー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 ガ
みたいな その後一人でブルブルしてました。マジでびっくりした。本当に怖かった。あんな怖いこと久しぶりっていうぐらい怖かった。本当にね、そのレベルだったの。やばいよね、マジで怖いんだけど。マジマシンガン、うちにはマシンガンありますって言ってもおかしくないぐらいの音だったあれは。で、洗濯終わって見てみたら洗濯機やっぱずれてたし、頑張ったんだなっていう洗濯機のこう格闘が見られた。銃刀法なんです。いやマジそれな。壊れて水漏れ、いやそれはマジで無理。本当に位置ずれてたのやばいよね。結構効果あるか分かんないけど、とりあえず描いてみる。この涙袋の影を描けてるのかすら分かんない。どうだ、まあ用はない、こんなもんでやろう。で、ほとんどアイメイクは終盤に差し掛かってきましたよ。続きましてラメを塗ります。私の好きなアリクションのラメ、これかわいい、キラキラだから、キラキラだからか、これかわいいですよ。エスカワイだけなんかで紹介しました。これ
いい感じ。ひろゆきさん、100回目のもありがとうございます。カラコン入れてない、私今日最近カラコン入れてない、買うのめんどくさくて買ってない、忘れてる、毎回買うの忘れるんだよね。劇場到着ありがとうございます。一旦さ、5時半になったら教えてくれない？いろんなコンタクト、そうそう、普通の。エスプッチンさん、可愛い、ありがとうございます。からみんないつも時間教えてって言うと教えてくれるから助かる、本当に。ラメをつけるというね、繊細な作業をしてるからちょっと待ってね。お、2分重なっとる。しかしてこれ。よいしょ。ヘボさん似合う、ありがとうございます。今日のお弁当なんだっけ、私食べてない。今日お弁当、今日たまたまパスタが本当に食べたすぎてコンビニでパスタを買ってったんです。でもたらこパスタが食べたかったの、たらこパスタなかったの。だからたらこじゃなくてミートパスタにしたんだけど、ミートソースのパスタ、パスタで次大盛りしかなくて、ローソンのやつ、ローソンのバカでかい大盛りのやつ、あれしかなくて思いを買いました。今ちょっと残ってるから後で終わったら食べようと思って。あ、やばい、全然、ちょっと待って、ここのラメダメだ、集中できない。すごい、なんか外の方の会話が聞こえて全然集中できない、まあ、それは外の方は悪くない、私が悪いんだ。ちょっと待ってね、今頑張ってっから。これいけそう、このラーメンならいけそう。これか、あ、取れない。どうだ、いい感じ。うん、多分いい感じ。ちょっと長かったかも。
いい感じ。ジェイボーさんお疲れ、ありがとうございます。三角さん可愛い、ありがとうございます。ちょっとこの上不安定なんだよね。前髪やばいね。前髪早くやんなきゃ。ベスト、まつげをします。まつげをしたらもうほぼ私のメイク終わりですよ。ブレイキングタイム。のどかさんピカピカ、ありがとうございます。なんかさ、性格診断あるじゃないですか。なんか16パーソナル、パーソナルズみたいなやつ、あれあるじゃないですか。私この前友達が「なってこれ何?」みたいなの送ってきたんです。だから私擁護者だよみたいな、 ISFJ だっけ、なんかだよみたいな、またなんか当ててみてよって言われて、え、なんだろうなんだろうとかいろいろ言ってたんですけど、なんか最初は最高みたいな、相性最高のやつを聞いてみたんですよ。もしかしてこれみたいな。そしたら違うって言われて、あれみたいな。で次じゃあ最低の相性のやつ言ってみようと思って、それ言ったらええー、みたいな言われたんですよ。あ、じゃあ違うんだと思って、なんかいろいろ言ったんですよね。で全然教えてくれないから、もうなんでよみたいな、教えてよみたいな感じで教えてもらったら、なんと結果一番相性悪いやつで、その子との相性が、ええー、みたいな。でも普通に仲良しなんですよ。ってことはさ、あんま関係ないってこと?それか向こうが無理してるのかな?なんで教えてくれなかったのって聞いたら、いや、リナがへこむかなと思ってみたいな。私がその相性最悪っていうのを知って、性格的にへこむかなって思ったらしくて。でもあんなのさ、人間の16個のさ性格になんて分けられないじゃん、なんとなくでしか。悲しいのコメント欄しかない。悲しいな、逆にさ。あんま正直関係、え、みんなはさ、そういうの関係あると思う?例えばさ、めっちゃ仲いい友達とかさ、奥さん、旦那さん、彼氏、彼女がさ、もしさ、そのそうなって性格診断でさ、自分とめっちゃ相性悪い人だったらどうする?でもさ、逆に言うとさ、例えばさ、なんか相性悪くてさ、付き合ったり結婚したりしたりさ、人たちがいたとしたらさ、それって相当すごいことじゃないですか。だって相性悪いのにさ、あれじゃないですか、相性悪いのに結婚まで至ってるってことじゃん。ってなると普通にすごいよね。もしかしたら片方が我慢してるのかなとかさ、実は不満はあるのかなとかあったもさ、あったとしてもさ、だとしたらすごいよね。私の場合友達だから、そのなんか別に結婚まで、そんな結婚とかするあれじゃないんで、全然なんかあれだけど。これ200回目とありがとうございます。そんなの俺らの声に関係ねえって思うタイプか。でも恋とかさ、友情とかさ、あんま関係ないよね、多分ああいうのって。いや、どうなんだろう、まあ、その相性がいいのかもしれないけど、みたいな。
私のお友達は INTP でした。なんだっけ、あのなんだっけ、あれあれ出てこない、INTP、 あ、じゃあ合わないじゃん。あ、起業家、起業家、 INTP 確か起業家。今日の運勢とか信じるタイプ、あー、いいとこは信じようと思う。例えばラッキーアイテムとかはちょっと持ち歩きたいなって思っちゃう。あとなんか悪いことがあるって言われたら、じゃあその悪いこと起きないようにしようみたいな。なんか診断とかって難しいよね。あ、でもそんなの信じなきゃいいものだもんね。まあ、全然そのことは今も普通に、昨日かな、一昨日ぐらいかな、なんかそれ来たんですけど、でも全然仲良くおしゃべりしてますし。てかむしろそれで気にしてたらって今頃 LINE なんてできてないじゃないですか。なんかまあそんな深くは感じてないですけど。私大体そういうのさ、仲いい友達からさ、これなんだと思うとか来るじゃないですか、とか相性とかさ、なんかいろいろあるじゃない。さっきのさ TikTok で流行ってるのは、あの恋人の誕生日と自分の誕生日を入れたら、その時の月の写真が出てきて、こう合成してぴったり当てはまるかみたいなのが最近 TikTok で私よく流れてくるんですよ。なんかそういうのも多分友達とでもする、友達とでもできると思うんだけど、私ああいうのもなんだけど、大体相性悪いというか、全部そのお友達とかから送られてくるやつ、大体そういうの全部相性が悪いタイプの人間なので、なんかでもその友達からさ、リナ何だったって来て、何とかだったよって言って教えないって言われた時なんとなく察しましたけどね。あ、これワンチャン最低の組み合わせのパターンじゃねみたいな。確かにそこ相性あるって思いながら仲良くするなんてないもんね。もっと戻ります。てな、曲舐めてきます。ガチいいな。見たかったな。今日からここの、なんかすごいまつげがさ、バッサバサになる。かわいいパジャマ欲しいな、今年の夏。なんか大人っぽいキャミソールみたいな大人っぽいパジャマが欲しい。ジェラピケとかにたまに売ってるじゃないですか、スナイデルホームとかもそれ。なんかこうキャミバンピみたいなさ、なんかちょっとセクシーなお姉さん系のキャパジャマ、ああいうの着たいんだよね。私最近お姉さん系女子になりたくて、めっちゃまつげ上がってる。
ってメイクがほぼ終わってしまうというまさかの事態が発生。お姉さんパジャマで配信するの、え、そしたら見えちゃうかもしんないじゃん、見せんよ。これ針を、はい、キャミソールはプレゼントできるか分かんないけど、キャミソールのパジャマならいけるんじゃない。キャミソール多分肌着になっちゃうからダメだと思うけど、ダメなんじゃないの。あ、でもヒートテックはいけるんだよね。ヒートテックは何枚かファンの方もらいましたんで、下着が分かんないときは、いや下着がダメなのか、さすがに確かに下着はダメだよな。でもあれじゃない、下着を送ってくれる世界線だとしてさ、送ってくるサイズがあるじゃないですか、やっぱでなってくると、あ、お前そんなちっちゃいと思ってたんかみたいになりそうじゃないですか。公表してたらまた別だけどさ、公表してなかったわ、もうお前私のサイズはそんなもんだと思ってたんかこらみたいなことが起きそうじゃないですか。よかったね、なくてそんな世界線、推しメンに切れられるとこだったよ。逆に、いやお前見積もりすぎやろみたいなことも起きるかもしれないですよね。ぴったりが一番怖い。確かにぴったりもぴったりで怖いね。え？みたいな。してるのは背振りとかで許さないからね。キュッとして可愛い。あの子は恋してるかもしれないけど、愛してる愛してる愛してる私こうちゃう。どんな気持ちで送るんやろ。へへへ、僕の推しメンの〇〇ちゃんがこれをつけてるなんてっていう気持ちじゃないですか。今来たんだが下着の話が。いやいや、適応すんな、適応、めっちゃ適応するやん。今何分、ちょっとだけ黙つけようかな。
チキンラーメンちょっぴっとだけ。16分、やばい、あと14分ぐらいしかしないのに暖房つけちゃった、ごめんなさい。こちらカップヌードルミュージアムで買いました。後藤ひなのがさっきこれ見てさ、なんでひよこなのにひなの分を買ってきてくれなかったのって言われた。いや頼まれてねえ。ぜひ後藤ひなのファンの人、これカップヌードルミュージアムで買って送ってあげてください。横浜じゃなくて、バランスよく食べてよ。大丈夫、今日の朝ちゃんと納豆卵かけ、納豆温泉卵ご飯食べてきましたから。朝ごはんらしい朝ごはんでしょ。それな、この間もじゃがりこ食べてたっけ。温泉なんちゃらご飯、うん、食べてた。いた、噛んだ、クソ。店内のスピーカーにショールームつなぎました。最悪、やめろ。後方最善、うん、一番見やすいとこじゃん。強制は今外してる。強制つけてると歌えないの。決まった、日程はもう発表されたんですけど内容は秘密です。今日は見てる、3列目以内来た。あ、やったやん。それはおめでとうございます。いつか分かれば仕事時間調べたら出てきます、ツイッター。あとさっきファンの人がコメントに書いてくれてたよ。
腹いっぱい、いらない。下でメンバーにあげよう。てんてこちゃんドットクマ、ありがとうございます。のどかさんピカピカ、ありがとうございます。完璧。ヒートテック、ヒートテック、これがちょうどいいの。神崎正和さん、かわいい、ありがとうございます。ほぼ終わり。ヨッシーさん、猫ありがとうございます。あとはこの横毛と前髪ちょっとやって、歯磨きしてリップやったら出れます。もう、まあ、あとお着替えも一応。ハラショーってなんだ。めっちゃ歯にじゃがりこ詰まってる、最悪。絶対歯磨きしなきゃ無理。私最近公園前は絶対、最近ってかずっとか、公園前は歯磨きしないと出れない。もやもやしちゃう口。あとなんか歯に挟まってたら嫌じゃない。明日宝くじ買ってくるわ。え、当てな。当てなで当たるもんじゃないけどさ、当ててよ。こうしたらなんかすごいほうれい線やばいね。え、私こんなほうれい線あるの。なんか人中長い気がする。ブスだね。当てたらどうしようか。全額リナに寄付。25分、何分に始めた。49分とか。ちょっとそこまで長くできないので、まだちょっとだけ他にやることがあるので。猫のドレさん、600回目のほうもありがとうございます。41か、41ちょっと無理だな。30になったら読むランキング。すごい、なんか横にホワイトボードあるんだけど、ホワイトボードにさ、多分赤で書いたやつを消した結果、多分その消すやつに黒いのがついてて、赤と黒が混ざった色みたいなのがシャッってなってるんですけど、すげえ返り血みたい。コナン君見すぎて全部なんか赤と黒と返り血に見えちゃう。ででん、コナン君病です。コナン君病。わお。どちら様でしょうか。やっほー。やっほー。ゲスト来たよ、ゲスト。こんにちは。ででん、ゲストです。くるみです。今日は何ですか。スト
ストレートだね。カチューシャかなと思ったけど、カチューシャでもなかったね、うん、こんにちは。何してたの？何してたの？いや、じゃがりこ食べてた。え、いいの？いる？もう食べない、あとやるわ。え、マジ？いいよ。神？もうお腹いっぱい。やだ、食べな食べな。こちら、同期の竹本くるみちゃんです。皆さんご存知でしょうけど。やだ、すごい、なんか鼻じゃがりこと書いてる人みたいな。角度的に。あのさ、TikTok でさ、入ってさ、うん、あの、大人ブルーって曲のさ、サビの首の動きできる。やだ、さ、できんねんけど。なんでそんなできるの？最近それがさ、TikTok じゃなくて、YouTube ショートにめっちゃ流れてくるんよ。それでさ、うん、その本家の人たちがね、うん、歌って、あの、ファーストテイク出たっぽくて、それの切り抜きみたいなのがめっちゃ流れてくるんよ、うん、でそういえばなんかこれ流行っとったらと思ったら、うん、フルーツジッパーさんがやってたの、うん、全員で、うん、あれも流れてきて、あ、そうやで流行っとったなとか思って、あ、全然今できんわとか思って、なんだろう、アイスレグリーンは苦手なんよね。そうそう、いや、傾くちょっと、あなんか肩も動かす、肩も一緒にちょっとなんか肩を右にする。やべ。分からん分からん。なんか右に動かすときに肩は左にこうやって。うん。左だって。あ、動かしとんねんこれ。じゃあ無理だ。無理くない、うん？めっちゃ難しいやんけ。なんであれできるやろみんな。お前が変なった。お前が元？うん。早いね。うん。え、じゃあもうこれで出れるって感じ。うん、出る。崩したろ、前髪崩したろ、やべ、チャラララララ、さすがリトちゃん、あ、そうやね、リトちゃんもやからな、関係ないよ、みんなノトちゃんもやから、ノトちゃんノトちゃんもやから、できんでもしゃあない、ノトちゃんもやばい。こんにちはっけ、あの私好きなの、私は知らない誰か、どういうこと、ちゃん、誰かトントンしてるから違う、いない存在だと思って、なんで暇だから来たの、見に来た下でええやん。寂しいじゃん、誰も構ってくれないんだって、かわいそう、なんでティナにさ、うん、ねえ、なんとかなんとかみたいな、めっちゃまつげに集中してて、うん、しか言ってくれなかった。いや、ティナにもさ、うん、さっきこれ上がってくる前にさ、普通に近くの時にさ、うん、ひな暇やったら来なよ、うん、まあ無理かって言って、無理か、ひな全体無理、前髪でまず時間がめちゃくちゃかかるから、うん、スプラ買ったらしいよ、そうよ、ちょっと前に買った、うん、よね、うん、やろっか、やりたい、教えて、でもめっちゃ下手よ、大丈夫、私も下手、本当坂本リノに下手って言われるぐらい下手よ、え、ガチ、え、結構下手ってこと、そう、リノに姉さんと組むと勝てないって言われた。え、そう、じゃあ私とリナがそろったらおしまいやな。何もできんだ、二人とうわーって。何武器使ってんの？ローラー。え、待って、私もやばい、弱い人はローラーが好きなんかな。だってあれいいよね、いっぱい塗れるし、当たんないの、あの銃がマジで。いや、あの必殺技みたいなのあるやん、ローラーの使ったことはほとんどないもん。え、わかる、わかんない、あれなんかバリアみたいなやつ、あ、そうそう、なんかジャーってカーテンみたいなやつ、絶対あんなの防げるわけないやんとか思って。え、弱いとローラー使い方、一生さ、相手にさ、ピシャピシャ、わかる、あと引いたりね。引こうと思って引かれるんよ。わかる、後ろに、あ、いたのみたいな。あれ難しいよね、やっぱローラーが難しいのか、初心者がローラーを使いがちなのか。初心者はローラー使いがちなんだかな、あ、ローラー使うよねって言って、初心者初心者や、だって当たるんだもん、ローラー以外当たんないんだもん。いや、わかるよ、てか雨天、うん、泡も焦点が、うん、変なとこバンバン打っちゃう、うん、なんだろう、空間把握能力みたいなのかな。あー、いや、それないわ、うん、めちゃくちゃないよ、うん、シャープマーカー、あー、なんかペンみたいなやつじゃない、あるんよ、マーカーペンみたいな、あれじゃなくって筆、うん、筆じゃないと思う、筆は違う、筆意外とあれ強いよね、うん、横からバカンされたらさ、うん、死ぬくない、死ぬ、普通に連続でさ、わーっとされたら無理よね、無理。え、クレタンさ、うん、誰かとやったメンバーも、エイちゃんとやった、あー、そう、エレタンさんもやってるもんね、うん、リノが一時期めっちゃエレタンさんとやってたよ、うん、エレちゃんずっとやってるよ、でもガチ、うん、エタンさん最近寝不足って言ってた、なんで、何してるんですかって言ったら、携帯ずっと見てるって、何心配した、私が全然心配する案件じゃなかったってことで、案件買いましょうかね、そう、でもそろそろね、舞台でね、また、うん、
13位、警坊さん、ありがとうございます。12位、味しぬくさん、ありがとうございます。11位、しゅんしゅんさん、ありがとうございます。10位、こうときさん、ありがとうございます。9位、としさん、ありがとうございます。8位、ふなえもん、ありがとうございます。7位、くろべえさん、ありがとうございます。6位、えよりかさん、ありがとうございます。5位、すみさん、ありがとうございます。4位、のどかさん、ありがとうございます。3位、かんたきまさかずさん、ありがとうございます。2位、てんてこちゃん、ありがとうございます。やすぷっちんさん、ありがとうございます。ありがとう。なんか宣伝しとくことない。味しぬくさん、ファイト、ありがとうございます。すぷっちんさん、応援してる、ありがとう。あ、明日、お誕生日だっけ。ああ、博誕生会あります。ぜひクルタンのとこでケーキを。いいよ。あの二人ともおしゃべり会とオンライン買ってください。オンラインがよろしく。お待ちしてます。お待ちしてます。三角さん偉い、ありがとうございます。三角さん可愛い、ありがとう。バクトラさんファイト、ありがとうございます。ファイト。ということで皆様、公演頑張ってきます。うん、バイバーイ。バイバーイ。